はい、皆さんこんばんは、ベストハウスネクストの吉本です。今日は、昨日ですね、ちょっと打ち合わせしてまして、森山の方で平屋の家をこれからプランを変えていくお客様なんですが、その方が、ちょっとこの23坪ぐらいの、平屋のこういう間取りがあったので、これいかがでしょうかということで、打ち合わせをさせてもらいました。これはどっかのネットかなんかでね、20から30坪の平屋 3LDK ということで検索された、まあ私たちが書いた図面ではないんですけども、これで23坪ということで、まあ予算内で収まるかなということを思っておられたかと思うんですけども、その時ですね、一応僕たちが、説明したのは、確かにまあこの大きさは23坪ですよということなんですけども、このロフト部分ですね、小屋裏収納って書いてありますけども、こちらの分の床も張ってありますし、当然壁とか天井も張らないといけませんよね。そして、玄関の上はこれ勾配天井になってますということは、上までずっと仕上げなあかん、まあ、建築するものから見ると床がないだけということなんですね。でこちらもそうです。ここも大きな吹き抜けになってるようなんですけどね、ちょうどこの上あたりですけども、こちらも全部仕上げなあかんので、費用もかかってきます。そしてこの屋根裏、屋根裏って書いてあるんですけども、ちょっとどういう形で使われるかわからないんですけども、ここで、天井、まあここも天井ということでしょうかね。もしここにちょっと扉でもつけて収納が欲しいと言われると、またそれはそれで費用がかかってきたりもします。つまり何が言いたいかと言いますと、この23坪のプランですが、ほぼほぼ2階こんだけ全部ですね、こういう形で工事はしなダメということになるんですね。ですので、ざくっと言いますと、これやったら40坪近い、工事の面積になりますよということでお話をしておりました。40坪、例えば、まあ、60万、70万かかるとしまして、6、4、2400万。多分、初め思ったのが、2,500、600万。まあ、1700万ぐらいでね、なんとか収まるんじゃないかなと思っておられたと思うんですけども、実はそういうことで、2400、500万ぐらいかかるというお話でした。平屋はね、どうしてもこの基礎の面積も大きくなりますし、そしてこのかかってる屋根の面積も大きくなるんでね、まあ、ちょっと割高にはなる傾向があるんですけども、なおかつ、こういうふうに、ロフトを設けてちょっと何かを作りたいなと思わると、当然それも工事面積として入ってきますので、その辺が予算アップになる要因かなと思います。伝わっておりますでしょうか。はい、では、来週またお会いしましょう。森山の、ヒューターかのかな王さん、はい、よろしくお願いします。